ただすの森です。島賀茂神社の、はい、ここは本当に不思議な場所で、うん、ただの森ではない。ただの森、ただすの森、ただの森。ああそこか、本当だ。実はただの森ではございませんって話ね。森ではないんです。はい、こちら左の方、こっちね、左ね、はい。ひっそりとあって、ちょっとあんまり目に留まりにくいんですけど、ここ入っていくと、はい、はい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 、あーこれね、はい、祭祀っていうんですかね、うん、祭祀ね。ここでそういう儀式を行っていた場所らしいんですけどね、うんうん、それをこう発掘して復元してある場所らしいんですけど、うんうんうん、ここ、こんな感じね、うん、そうなんだ、これね、ここにほら、宣伝画みたいな感じかな。これですか、はい、はい、違いません？うん、本当だね。うん、まあ、見えない世界の話をすると、はい、ちょっと信じられないかもしれないですけど、うん、私はこういう場所がいくつかあって、うん、そういうところとそういうところをつないで卑弥呼みたいな人が通信をしてたっていう説もあって、うん、でここはちなみに、うん、宗像なんかとつながってたとか言われたりします、うん、なんで、まあ、宗像神社行かれたことあります？宗像神社ってあそこでしょ、九州の、そう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 、宗像三女神のとこでしょ。そうですそうですそうです、行ったことないですね。あそこの奥にもこういう場所があるんですけど、うん、もっと大きいんですけどね、うんうん、そことつながってたとか言われたりしますね。うん、そうなんだ、はい、なるほどね、ちょっと違うよね、やっぱりね。うん、ここ空気違うんですよね、全然、うん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 、気が良くて、うん、ここから多田市の森の真ん中の大きな道を、はい、南に向かって、はい、歩いていこうと思うんですが、はい、さっきなんか面白いものがあったな。何でしょう、あれね。あれ何ですかね。何ですかね、あれね。なんか面白い試みが、うん、ありましたね。これも神社のマーケティングの一環なのか。なんかね。うん、あ、やっぱこっちから多いね、ここね。さっきの、うん、あの入ってきた場所と違ってね。ああ、私たち駐車場から入ってきたから、そう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 、西側から入った形になったんですよね。あれでしょ？あれが、あれがなんか。なんだろう、あれ何のこと？ここはババって言うんですね。やっぱ馬が走るとこ、馬走るとこなんだ、この、この広さがね。うん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 、何ですかこれ、急に現れた、なんかすごい違う。
生け花の展示場なんだ。ワンプリーズワンダーアルフェルと、あと華道家の先生とのコラボで生け花の展示場となります。これ一つで。うん。すぐにその中入っていただいて、ボードに。はい。はい、はい、ありがとう。さっきあったね。ああ。飛び抜けていただくと生け花の部分です。はい。飛び抜けてみようか、じゃあ。はい。外は枯れ葉なんで外枯れ葉、え、そして上なんか、あ、正面にあるやつ、うん、生け花なんだって。気づかなかった。通り抜けてきたら生け花。たまちゃん、これほら、苔のなんかあるよ、こんな感じで大丈夫、鼻に見とれてる。あ、そうそう、生け花、生け花だって。戻ってくる、うん、なんだこれは。そうですね、最近このタダスの森には神社が増えて神社が増えてってどういう意味それ。どんどん神社増えてるじゃない、神社増えてる、歴代の最王って書いてるよ。あ、へー、お祭りしてあるんですね。そうみたいね。なんか見せないような感じになってますね。そう、そうだよね。はい。へえ。新しいよね。そうですね。なかったよね。なんかどんどんできてきてね。うん。ここもお水が湧き出ているんだけどね。ここはね、うん、ラグビーのワールドカップでちょっと有名になりましたね。触った社。やっぱあのあれじゃないですか、鈴。ああ、本当だね。大きなラグビーボールと、うん、あの鈴？鈴？うーん、がラグビーボールの形をしてる。ああ、してるっていうのね。はい。はい、新しいわ。何でもできちゃうっていう、次々にいろんな神社ができますね。できるんだね。これでもうできたの？何これ？22勝者。あー、新しい神社なんだけど、ここも見えないようになってるよ。そうですね、うん、ここもまたあるんですよね。ここの奥にもあるんですね。なんだろうこれは、これはなんか、なんかまたこんな感じでね、川崎社、高崎の社って言うんだ、読み方は。それでこう行ってそっち側なんだ。全然囲んでるよ、そこでしょ。そうですね、これですね。あれですよね、うん、まだ整備中なんで、まだまだ、まだまだ何かできるんだわ。できるんですね、次々にできる神社次々にできちゃう神社。では最
はい、最後は右に見えてきた、はい、河合神社ですね。はい、はい、有名だよね、河合神社ね。有名ですね、ここは、ね、あ、でもここのお社の建て方も一緒、ね、一緒だね、一緒だね。ここはなんか美人に、あ、そうそうそう、言ってたよね、うんうん、そういうなんかすごくレースでできたお守りとかが、へえ、かわいい、へえ、そうなんだ、うん、鏡に貼るお守り、ああ、うん、持ってきて、鏡に貼るお守りなんだ。河合神社、はい、玉依姫の御事って書いてるね。もうこの辺一帯全部玉依姫ですね。全部玉依姫、なぜか玉依姫、これね、河合神社。神武天皇の御母神って書いてるよ。そうです、玉依姫ね。そうなんだ、美人の神様とは書いてるか、うん、はい、ここも、はい、ここもね、こんな感じね。で、ここも三井社だ、ほら、あ、本当ですね、ここ三井社。鈴鹿社って。女性守護の神って書いてる。レジ、長蛇の列。やっぱりみんな美人になるために、美人になるために、うん、長蛇の列立って ここも高おかみなんだ、ほら、ね、漢字が違いますね。貴船神社高おかみって書いてるよ。うん、神鴨にもおりましたが、そうですね、高岡の神、うん、黒龍さんですね、うん、あ、黒龍さんになるんだ、はい、水の神様、うーん、で、水って黒で表すんですよね、うん、あ、そうなんだ。木下土根水、水の、の水っていうのは黒で表されて、うん、水って黒なんです。水って黒なんだ、うん、あれ、そういえばさ、うん、あの、ほら、なんだっけかな、黒い、なんていうの、あの絵があるじゃない、黒い絵、黒い絵じゃなくって、なんかほら、祇園祭りの、はい、絵があって、はい、昔のね、うん、で、金色でこう、ふわーってなってる、知らないよ、くなんていうの、祇園祭りとか、こう、昔の京都の絵を描いたね、うん、あれなんて言うんだった、忘れちゃった、ど忘れしちゃったんだけど、それが川をね、黒で描いてるの、それかもしくはこの絵の具がね、ラピスラズリっていうものが入ったような絵の具で描かれてて、で、今ほら水黒って言ったから、それとなんかつながるよね、高岡に、黒は水、黒は水ね、はい、また女性を表したり、水はね、うん、あ、水はね、陰陽で言ったらね、陰だよね、陰ですね、ね、女性は陰です、陰ですよね。
ここはまた違う色の同じ色だね。どっちでも角あるの？違うよね。右側はないでしょ？うん、ないです、ね。ないよね。右はないよね。うん、色は一緒。こんなすっちゃんだ。